皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。じゃじゃーん、ストレッチーズミュータントでございます。今日はこちらを開封します。ストレッチーズミュータントですよ。ストレッチーズを集めよう。全部で16種類、暗闇で光るやつもいるぞ。バックレット付き、伸びるストレッチーズミュータントとなっております。裏面はこのようになっております。全部で16種類のストレッチーズを集めよう。この子たちがストレッチーズってことなんですかね。そして暗闇で光るやつが2種類いますね。このワシ男みたいなやつと狼でしょうかクマでしょうか、この子が暗闇で光るそうです。そしていろいろいますね。タコの顔のやつもいるし、サメの顔のやつもいるね。ヘビの顔のやつもいるようですね。それでは開封、リキ、ウリ、スリー、ツー、ワン、ゴー！うお、かわいい！君なんすか？はじめまして、どうも。なんかすごい、すごい感触だな。かわいいね。なんとも言えない顔してるね、君。そして何このこの感触すごいぞ。これなんか雪、なんかめちゃめちゃ細い砂みたいなの入ってんのかな。体こんなになっちゃったよ。肩幅、もうどんどんいけるんじゃん。こんなんなっちゃいましたよ。幅こんなの。これは斬新なおもちゃですね。顔もどんどんいっちゃう。顔もこんな顔になっちゃった。潰れるってこと？ほら、こんな。ほら、上からなんか落ちてきたみたいな感じだね。ね。たらいとかドンみたいなね感じになっちゃったね。足こ本当に伸びるね。本当にめちゃくちゃ伸びるよ。ほら、ほら。すごい。紫色のパンツ履いて。君誰？ムックレット、こちら。ブリザードベア、雪のクマってことですかね。怖そうな顔してますね。こんな感じ。ブリザードベア強そうね。白いクマのミュータント、ブリザードベアは力強い腕と鋭い爪を持ち、氷の海を巧みに泳ぎ回り、陸上でも素早く走ることができる。ものすごい腕力で敵を一撃で打ちのめしてしまう。彼は北極をテリトリーにしているが、常に他の領土を狙っている。北極グマ、突然変異ベース、北極グマなんてね、君ね。戦力のポイント、右腕から繰り出す強力なパンチ。パンチ、パンチ、パンチ、パンチ。テリトリーは北極。この格好で北極は寒くないかい？ライバル、デビルオクトパス。デビルオクトパスがライバルだそうです。火山の噴火口から溶岩が吹き出している。風は熱く息もできないほどだ。ブリザードベアはこの暑さから逃れるために北の海を目指していた。こんな暑いところはごめんだ。北の海に帰るとするぜ。どけそこのヘビ。行きたいなら俺を倒してくれきな。だがお前は俺に勝てるかな。そしてこんな感じです。これ味方とか敵とかあんのかな。全員敵に見えんだけどな。そして今回当てたのはこちら、ブリザードベア。暗闇で光る。ちょっと暗闇で光るって書いてあるじゃん。ブリザードベアは暗闇で光るそうです。それではこちらのブリザードベアちゃん、暗闇で光らせたいと思います。それでは参ります。3、2、1、GO！ 光ってる？ほら、ほら、ほら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 、光ってますね。おお、ほらほら、肉眼だともっと光ってんだけどね。カメラには映りないね。ほら、すごい光ってんだよ、本当は。おお。それでは今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。